まあ、これぐらいかな。ちょっとかな。オリーブオイル。たっぷり。煮汁に対して多分同じ量ぐらいオリーブオイルあります。で、最後これかけます。テレア料理は村の美学、サングバシテレアレストランレガールの同じです。小倉智美です。ああ、めっちゃ飲み切れた昨日。ですね。だんだん魚が美味しい季節になってきて、まあ、秋から冬にかけて、徐々に、まあ、ブリが北海道から西川県の氷見とかになったり、まあ、タラとか、アンコウ、まあ、キンキ、まあ、言うときりないんですけど、今日はヒラメです。で、ステュファート。結構、イタリア語の煮るっていう作業は結構何でもあるんですけど、コット。まあ、普通に煮るとか、ボイルしたとか、あとは海戸とか、まあ、煮込み料理になってくると本当に、そのものによって全然違う呼び方があるんですけど、で、ステュファートってまあ、蒸し煮って意味なんですよ。蒸し煮は、煮込みをオーブンに入れて、蓋をしないで、ローストというかこう、香りをつけながら煮込むのは、海戸とかっていう煮込みだと思うんですけど、ステファートは蓋をして煮込むっていうようなニュアンスなんですよ。でっかいオーブンの中に、まあ、本当に、こういうストーブのココットとかで、こうやって煮込むと、蒸し煮、ステファートって僕は呼んでいいと思う。で、今日はヒラメで蒸しにするんですけど、ちょっとフランス料理にソールボンファムっていう料理があって、あの下見た目のなんかボンファムはなんかいいお嫁さんとかそういう意味ですかね。下見た目とマッシュルーム、エシャロット、バター、白ワイン、本当はフィメドポワソン、まあ魚の部位みたいなものを入れて蒸しにするんですけど、オープンしたての頃、いたスタッフが結構フレンチ上がりで、その手のフレンチの定番的な料理をすげえうまかったんですよ。まあ、黒糖パンとか、フーリオビネグルとか、フフブリギニオンとか、まあ、そのソウルボンファンもその中の一つなんですけど、結構その料理が結構自分の中では結構ベースになってて、冬になると、ヒラメで、ステファートっていう名前に変えて、蒸しにします。何でも使えるんで、キンメでも美味しいし、のどぐろとかも最高に美味しいし、マッシュルームじゃなくて、マッサケを使ってステファートにすることもあるし、かなり応用効きます。今日はシンプルにマッシュルームだけ使ったステファートです。普通に切り身買ってください。ヒラメの。まあ、下火種あったらいいですけど、掃除めんどくさいし、なんか大関さんにおろしてもらってください。で、マッシュルームと、エシャロット、バター。で、生クリーム。で、めちゃめちゃ余裕があって、できる人だったら、ヒラメをおろして、で、骨を水からこう煮ていって、玉ねぎ、香味野菜入れて、骨の出汁で取っても美味しいんですけど、僕、フメドポワソン嫌いです。なんか、あんまり僕は魚の骨の出汁は、なんかあんまり好きじゃないです。でも、作った時はいいんですけど、翌日に、なった瞬間のあの、ちょっとこもった生臭い匂いがあんま好きじゃないんです。わかりますよ。もったいないのもわかるし、それお前の取り方が悪いんじゃないかとか言うと思うんですけど、僕あんまりフメって好きじゃないんです。で基本こういうのを作るとき僕は、アサリのブイヨン。まあ、前回、あれ言ったの。リゾットペスカトーラ編でも使ってるし、イカセムレゾットも使ったかな。アサリのブイヨンで作ります。エシャドット。あ、これなければ玉ねぎでもいいです。お、みじん切り。全然玉ねぎでいいです。ぶっちゃけ生でも食べれるんで、そんなにこう気使ってやんなきゃいけないって話でもないですね。はい。こういうフライ、鍋でもいいですし、結構量があるときは、僕はこういう平べったいパスタパンを使ってもいいし、あんまりおすすめしないですけど、まあ、ちっちゃいテフロンパンでも、まあいいと言えばいいです。僕はこれは、こういうの使っちゃいますけど。で、
魚にやんわり塩して、でマッシュルームを、うん、この大きさなら2個ぐらいでいけますかね。あんまり薄すぎない方がいいですよ。これを下に引く。マッシュルーム下に敷いて、マッシュルームにうっすら塩する。結構このうっすらの塩かなり重要です。でその上に枝芽を置いて、でエシャロットをザッと、僕結構張り付いてるエシャロット好きなんでかけちゃいます。あ、言い忘れた。白ワインをちょろっと、で生クリームをちょろっと、でバターを上に乗せる。僕バターの風味移したいんで、勝手に溶けてひらめにこうじゅわーっと染み込んでくる。染み込まねえか。で最後アサリのブイヨンを入れる。こうやって浸ってなるぐらいです。キノコとアサリのブイヨン、アサリのブロードで、まあ、蒸し煮にするって感じです。で全部入れたら蓋をして火をつける。いっぺんに大量に火作るときはでっかい鍋に入れて、なんていうかオーブンにドーンと掘り込んじゃうんですけど、オーブンに掘り込まなかったらステップパッドって呼ぶのかって言われると呼ばないかもしれないんですけど、僕は結構ガスだけで仕上げちゃいます。あとは蒸しになって火網に火が通ったらおしまいです。下にマッシュルーム敷いてあってクッションになっているので、こんなに火網がガチガチなことないです。結構火網がちょっとは遅いかなっていう感じです。これは結構僕我流なんで、もし興味ある人いたらソウルボンファムでググれば凄まじい量のレシピが出てくると思います。あ、こうやってなってるじゃないですか。そしたら、ゆっくり蒸しにす。ちょっと弱火で。ちゃんとキノコの香りとか、エシャロットとか、バターとか、生クリーム、アサリだしが、こう、じんわり染み込んでくるんで。今日は、青森。三陸、ドイツ。どこのでも美味しいですよ。江戸前のももちろん美味しいし、青森から行って函館まで行っても、どれでも美味しいですね。どこの食べても。ただ、僕寒い時期のヒラメの方が好きですね。その時のちゃんと鮮度がいいやつは、肝醤油とかにして肝も食べれますね。肝叩いて。ちょっと軽く裏ごしですよ。で、醤油と混ぜて。見分け方はこれ、サイドを押して、こうほわっとするんですよ。弾力がなくなるまで。もうちょっといきます。もうちょっと。中途半端に加熱して、中にレア残るよりは、しっかり加熱した方が美味しいです。美味しい。マジ昨日飲みすぎたんですよね。いやワイン2本は飲んでる。あんまりひっくり返さないんですけど、裏を見たときに、まだこう、生っぽい、ほら、ここ生っぽいじゃないですか、この場所、ちょっと。これが、なくなるかなっていうところまで蒸しにしていきます。もうちょっと。感情的に火入れてるんで、身はふわふわ。5、6分ですかね、この手の切り身だったら。ほら、今、これぐらいかな。ちょっとかな、もう2分ぐらいかな。ちょっと意外とこのひらめ大きいんで時間かかってますね。また家庭になさそうな皿ナンバーワンですね。うん、絶対ない。今日の味。はい、あ、これ持つかね。大体ほっ多分大丈夫なはず。うん、この顔っていうのがほわっとする感じで、弾力がなくてこう柔らかいなっていう。で、これを皿に盛っていいんですけど、盛ったら一度上に乗せて、ここで最後の仕上げです。あ、分量がイタリアンパセリ。
イタリアンパセリとあとオリーブオイルです。最後これぐらいになったら火を止めてイタリアンパセリとオリーブオイルたっぷり、煮汁に対して多分同じ量ぐらいのオリーブオイルがあります。それを最後乳化させる。最後かけます。ひらめとマッシュルームのステッパートです。超二日酔いなんですよね、マジで。火取ってきた。こんな感じです。うん、おいしい。なんかこう全部の味がするんですよ。枝豆の味もするし、マッシュルームの味もするし、パセリの味もするし、バター、生クリーム、オリーブオイル、イタリアンパセリが全部の味がするんです。村の美学とかってあんまりこういう話じゃないんですけど、別にひらめさえ美味しければ全然美味しくできちゃうんですけど、このなんか最後のこうしっかり攻めてあげてオリーブオイルをたくさん入れてあげるのはやっぱりポイントなんですよね。これすさまじくね、アレンジ組んで別にまあタイでもいいし、本当に美味しい魚使ったらめっちゃよみがえるんで、ノドグロとかで使ったら俺はモテるぞ。でこんなの作ったらモテる、絶対モテる。これは使い方に最高です。モテる、頑張ってください。基本シャープナーなんですよこれなんですけど、シャープナーってやればやるほどやっぱり歯が丸くなっちゃうんですよ。なるべくやらない方がいいです、正直。あんまり僕も億劫なんであんまり研ぎに出したりしないんですけど、あとシャープナーのやり方が分かってない人がいて、まず片方だけこうやって磨くんですけど、でもう片方やるときに音聞いてあげるんですよ。そうするとだんだん歯が尖る瞬間があるんですよ。なんでかっていうと片方を研ぐとどん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 歯がこっち側に押されて曲がるんですよ。それを最後少しだけ戻してあげるっていうのが僕にとってのシャープナーの使い方で、最初こういう風にして歯はこっち側に折れてるんで、こっちの折れてるのをちょっとだけ戻してあげるんですよ。それが逆側の作業で、それをやってから何回もやれば僕研ぎるかというとそういう話じゃないんで、一回こっちが歯をつけたらこっちが優しく戻してあげるだけでこんなもんです。で、切れ味がほんの少し戻ります。有益線は結構使ってる鉄がやっぱいいんで、それなりには長持ちするんですけど、よくあれこう包丁のシャープな、あれでも別にあれはあれでいいです。でもまあ半年に1回とか町の金物屋とかに出せばいいんじゃないかって気しますけどね。全然それないですか。これいらないんですよ、家庭には。